X-24。x は、アメリカ空軍と NASA によって共同開発された実験航空機。計画は、パイロットと名付けられた。マーティン・マリエッタ社によって製造された。この航空機は、無動力再突入機の一案である、リフティングボディの概念実証のために製作され、試験結果は、後のスペースシャトルにも活かされている。 X-24A が1機製作され、後に X-24B に改装された。また、X-24A に先駆けて、ほぼ同一の機体にターボジェットエンジンを装備した研究機、SV-5J が2機製作されているが、飛行は行われなかった。X-24 計画は、ナサドライデン飛行研究センターと、 アメリカ空軍の共同計画であり、機体は1966年に発注されている。マーティン社では SV-5P の社内名称で開発を行っている。実験の目的は機体操縦性の研究、宇宙王間機における大気圏突入後の滑空及び予定地への着陸可能性などの能力を証明するために行われた。リフティングボディは 大気圏内を飛行するにあたり、機体そのものより揚力が発生している。尾翼などによる制御を加えることによって、安定した操縦と機体のコントロールを可能にしている。X-24 は、M2 回1、M2 回2、M2 回3に続く、アメリカ合衆国で4番目の有人リーフティングボディ機で、ある。X-24A は、太い累積状の形状を有し、 機体指部に3枚の垂直尾翼を持つ。外側の垂直尾翼に方向打を持つほか、胴体末尾に上側2枚、下側2枚のエレボンを持つ。自力での離陸は行わず、高度 13.7km 付近まで NB-52B に搭載されて上昇し、そこからの10日、滑空の後にロケットエンジンを使用して上昇する。初期は動力装置がなく、 滑空飛行のみであった。なお、SV-5J の機体形状は、X-24A とほぼ同一であるが、機体下部にエアインテークがある点が異なる。X-24 は、本来概念の調査のために、HL-10 と同じように28回の飛行を行っている。なお、動力は、XLR-11 ロケットエンジンを使用しており、 理論的には 37.7KN の推進力を得ている。飛行試験は、エドワーズ空軍基地にて行われており、1969年4月17日に NB-52B より投下され、滑空による初飛行を行った。初めて動力飛行に変わったのは1970年3月19日で、ある。記録された x 十四 a の最高時速は、 ジョン・マンクの操縦によって1970年10月14日に到達したマッハ1.15時速1 6 6 7トル、最高到達高度は2 1 8トルに上った。なお、オハイオ州のライトパターソン空軍基地国立アメリカ空軍博物館には X-24A として展示されている機体があるが X-24A は後述のように X-24B へと改造されているため、X-24A としては現存していない。国立アメリカ空軍博物館の展示機は、SV-5J の原寸模型を、X-24A として展示しているものである。また、もう一機の SV-5J は、アメリカ空軍士官学校に展示されている。丸みを帯びた形状の X-24A はより、 安定した飛行を行うために大規模に改装された。外形は大きく異なっており、名称も X-24B に変更されている。X-24B は高マッハ数飛行での試験を目的としたフライングアイロンと称される緩やかに膨らみを帯びた機体上面と平坦な底部を持つ。ノーズ部は引き伸ばされ、全長も5.84メートルまで伸ばされたことにより、 平面型は細長いダブルデルタ型に変化。小さいながらも高体角60度の外翼、主翼が設けられた。主翼前縁はノーズへと緩やかに結ばれている。これはマーチン SV-5J の試験結果に基づくものだった。なお、X-24A の機体形状と研究成果は後に国際宇宙ステーションからの王冠機 X-38 の 制作ための技術としても役立つこととなる。この X-24B への改装は、より大気圏再突入機を意識したためであり、要航費の向上を目的としている。空軍飛行研究所によるものであり、マーティン・マリエッタ社が改装を行った。X-24B は、動力のユーザない、大気圏再突入機の滑空による着陸も、操縦可能であることを証明した。 X-24B の初飛行は1973年8月1日に滑空飛行で行われた。同年11月15日には動力飛行に成功している。X-24B の最高速度は1974年10月25日の16回目の飛行でマイケルラブが記録したマッハ1.76時速 1873km 近くであり、 最高到達高度は 22.59km であった。1975年9月23日に行われた最終飛行までの間、全36回の飛行を行っており、うち2回はエドワーズ空軍基地の死滑走路に正確な着地を行っている。これらの実験結果はスペースシャトル計画にも役立っている。X-24B は、 ドライデン研究所の関与した最後のリフティングボディ機となった。X-24B は、オハイオ州のライトパターソン空軍基地、国立アメリカ空軍博物館に展示されている。1972年から1978年の間に、より高速度のリフティングボディ実験機である、X、X-24C の研究提案が行われている。 その中でも最も注目すべきなのは、ロッキード社のスカンクワークスによる設計案 L301 である。これは、ロケットエンジンとスクラムジェットエンジンを併用して、最高速度マッハ8以上、最大高度 85.34km を発揮する極超音速実験機として計画されていたもので、X-24A、B と同様に B-52 を母機とする。 スペースシャトル計画の開始により計画は中止された。なお、X-24C をスペースプレーンとする資料も存在するが、予想された X-24C の最大高度は、米空軍が定める宇宙空間との境界線である高度 80km を超えてはいるが、国際航空連盟が定めた境界線であるカーマンライン、高度 100km は下回っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。